お待たせいたしました。市民球場です。北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの河野、対するスワローズの先発はルーキーの杉山、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。左の河野、マウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは竹岡。背番号60。投球は3球目。投げた、外角低め、見逃し三振。ワンアウトランナー一塁という場面で川端。背番号5。第3球を投げました。膝元、空振り三振。川野、ナイスピッチング。バッターは4番塩見。背番号9。投げました、低めの球、見逃し三振。川野、3番4番と連続三振で切り抜けています。ファイターズ立ち上がりを無得点に抑えています。スワローズ追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で島。第4球を投げました、ストレート、空振り三振。2回の表が終わって1対0、ファイターズ1点リードは変わりません。ファイターズリードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で白村。第9投げました、ボール。さあ、次の投球打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、場外への特大ホームラン、ツーランホームラン。快音残して打球は場外へ、ストレートを狙い打ち、チームメイトが迎えます。ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で白村、今日2打点を挙げて初球を打ちました。ダイレクトで当たった、センターからセカンドへ、今井三塁でストップ。ファイターズこの回3点目。杉山屈辱の2回3分の2で KO。 左の久保、今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、スライダー、ボール。第2球、ランナー走った、これはストライク、セーフ、2塁はセーフ。ランナー5回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは白村、今日4打点を挙げています。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、打った、流し、竹岡ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ファイターズリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で白村、今日4打点を挙げています。第2球打った、これは強烈、さらに伸びていく、センター見送った、ホームラン、ソロホームラン。白村、今日これが2本目のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。スワローズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは大村、スタンド、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは8番島、今日はここまで3打数1安打1三振。インコース低め、見逃し三振。杉浦、見事なピッチングです。ファイターズ大差で勝利しました。ハムファイターズの勝利です。本日の勝利投手は河野、敗戦投手杉山でした。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。